地図、ウポポイは、北海道白尾郡白尾町にある、民族共生象徴空間の愛称。主要施設として、国立アイヌ民族博物館、国立民族共生公園、慰霊施設を整備しており、アイヌ文化の復興、創造、発展のための拠点となる、ナショナルセンターである。ウポポイとは、アイヌ語で、歌うことを意味している。1997年に、 アイヌ文化の振興並びに、アイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律廃止が施行して、アイヌ文化の伝承活動の裾の拡大に向けた取り組みを展開していたが、アイヌ文化の伝承者が少なくなり、アイヌ語や伝統工芸など、存立の危機に直面している分野があるほか、アイヌの歴史や文化について、日本国民の幅広い理解が進んでいないという、 基本的な課題も未だにある。このような背景から2009年のアイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会報告において、民族共生の象徴となる空間の整備が提言され、アイヌ文化を復興、創造、発展させる拠点であり、先住民族の尊厳を尊重した多様な文化を持つ、社会を築いていくための象徴として複合的な意義や、 目的を有する空間を整備することとなった。なお、当初の開業予定日は2020年4月24日で、あったが、新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、同年5月29日に一旦開業を延期した。その後も5月29日の開業予定を凍結し、新たな開業時期は未定とした。地元住民を対象とした内覧会を開催後、 国土交通省は感染症対策の基本的対処方針や各種ガイドラインに基づく取り組みを十分に講じた上で記念式典を7月11日に開催し翌日の7月12日に開業すると発表したアイヌの歴史とアイヌ文化を主題とした日本国内初の国立博物館外洋国立民族共生公園は自然の中で培われてきた アイヌ文化を五感で感じることができる体験型フィールドミュージアムとなっている。イザナイの回路、歓迎の広場、エントランス棟は入場料を支払わなくても利用可能なエリアであり、エントランス棟にはアイヌ工芸品を扱うショップ、レストランやカフェがある。概要、ポロとコ東側の高台にあり、中核区域にある国立アイヌ民族博物館や国立民族共生公園からは、 約1200メートル離れている。アイヌの人々の遺骨などについて、関係者の理解や協力の下で集約し、アイヌの人々による尊厳ある異例の実現及び、アイヌの人々による受け入れ体制が整うまでの間に適切な管理を行うための施設となっている。外洋関連区域は中核区域の周辺にあり、 中核区域と一体となって、アイヌ文化を体験することができる広域的なフィールドミュージアムの機能を有する区域である。ポロト森林国立アイヌ民族博物館に関するカテゴリー、国立民族共生公園に関するカテゴリー。ありがとうございます。